それではブーンを。まあ皆さんだったら余裕で通過できると思いますが。分かってんじゃねえか。出場するからには全力で行かせてもらうよ。そうですよね、軍の連中には負けられません。さてと、そろそろ出かけるとしようか。ん？どうも、お邪魔します。あんたたちはエステルとヨシュアじゃないか。あ、ルーアンのカルナさん。そういや、空賊騒ぎの時に一度会ったことがあったっけな。確かシェラザードと一緒にいた新人たちだよな。どうもご無沙汰しています。でもどうして皆さんが王都に集まっているんですか？それについては私から説明させていただきます。皆さんは早く行かないと間に合わなくなると思いますよ。おっと、それもそうだね。悪いね、二人とも。積もる話はまた後にしよう。それじゃ俺たちはこれで失礼するぜ。またね、新人君たち。失礼する。騎士が揃うとなんだか壮観って感じよね。そうだね、みんな凄腕みたいだし、出場するとか言ってたから、ひょっとして。ええ、お察しの通りですよ。彼らはこれから武術大会の予選に出るんです。へえって、すみません、私サイス支部から来たエステル・ブライトって言います。同じくヨシュア・ブライトです。私はエルナン、グランセル支部を任されています。キリカさんから連絡をいただいたので、あなたたちの来訪は知っていました。早速ですが、転属手続きをしていただけますか？はい、わかりました。はい、結構です。遊撃士協会グランセル支部にようこそ。個人的にあなたたちが来るのをとても楽しみにしていたんですよ。確かカシウスさんのお子さんたちなんですよね。あ、うん、そうだけど、やっぱりエルナンさんも父さんの知り合いなのよね。ええ、カシウスさんにはいつもお世話になっています。聞いた話ですと、旅に出たきりお戻りになっていないそうですが。うん、しばらく留守にするって手紙はあったんだけど。具体的にどこに行くのかは書かれていなかったんです。ロレントからツァイスまで一通り回ってみたんですけど、父の消息は分かりませんでした。うん、そうなると国内にはいない可能性が高そうですね。しかし参ったな。現在軍のテロ対策で王都で遊撃士のメンバーが活動しにくくなっているんです。元軍人のカシウスさんならば軍で何が起こっているのかご存知かと思ったのですが。おや、どうしました？実は私たちそのあたりの裏事情を知ってたりするのよね。え？ツァイス地方での事件も含めて報告させていただきます。あれ、エルナンさん、どうしたの？いや、あまりのことに頭が真っ白になっていました。リシャール大佐による王国軍の実質的な支配、情報部の特殊部隊によるテロ事件の自作自演、にわかには信じがたい話ですね。でも本当なんだってば。サイス支部のキリカさんに問い合わせてもらえばわかります。大丈夫、あなたたちの言葉を疑うつもりはありません。むしろ話を聞かせてもらってパズルのピースがハマった心地です。ですが王都でのリシャール大佐の人気は
かなりのものでしてね。恥ずかしながら話を聞くまで私も共感を覚えていたくらいです。ましてや普通の市民は大佐が陰謀を巡らせているなど夢にも思っていないでしょうね。やっぱりそうなんだ。さすが情報部だけあって情報操作は完璧みたいですね。遊撃士協会の性格上軍への介入はできませんが、傍観できる状況でもなさそうです。とりあえずあなたたちは予定通りラッセル博士の依頼を遂行していただけますか？もちろんそのつもりよ。ただ問題なのはどうやったら女王様に会えるかなんだけど。そうですね、普段なら教会の紹介状があれば取り次いでもらえるはずですが。え、そうなの？なんだ、心配して損しちゃった。エステル、そう簡単にはいかないと思う。なんといっても城を守る親衛隊がテロリスト扱いされているんだ。それが何を意味するかわかるかい？え、それってつまり。その可能性もありそうだけど、それよりレイストン要塞と同じくグランセル城もリシャール大佐に掌握された可能性が高いってことさ。たとえ紹介状があっても握りつぶされてしまうと思うよ。あ、なんですって？それじゃどうやって女王様に会えばいいのよ。レイストン要塞みたいに城にも忍び込めればいいんだけど、さすがに同じ手が二度通用するほど甘くはないだろうね。ここで考えてても仕方ないから、とりあえずお城に行ってみない？うまくすれば門番あたりから情報が聞き出せるかもしれないし。それは構わないけど、一つ注意しておくことがある。僕たちが女王陛下に面会しようとしていることは隠しておいた方がいいと思うんだ。リシャール大佐の耳に入ったら妨害される可能性が高いからね。あ、なるほど。確かに当面は他の遊撃士にも伏せておいた方が良さそうですね。ちなみに王城は大通りを北にまっすぐ行ったところにあります。くれぐれも慎重に情報収集を行ってください。わかったわ、エルナンさん。何か分かったら報告します。綺麗なだけじゃなくてかなり堅牢な作りみたいだね。あの巨大な城門がいい例だよ。確かにあれじゃあ簡単に中に入るのは無理っぽいわね。となるとあそこの兵士さんから話を聞くしかなさそうだけど、まずは地道に行ってみようか。田舎から来たばかりでお城の中を見学してみたい。ついでに女王陛下のお姿を一目でいいから拝見したい。そんな設定でいいかな？相変わらず
涼しい顔してすぐ出任せを思いつくわね。いつも感心しちゃうわ。褒め言葉として受け取っておくよ。こんにちは。よう、こんにちは。グランセル城へようこそ。どういったご用かな。僕たちロレントからオート見物に来たばかりなんです。せっかくだからお城の中を見物させてもらおうと思って。ああ、なるほどね。申し訳ないが、グランセル城は関係者以外立ち入りを禁止してるんだ。テロ騒ぎがあったせいでチェックが厳しくなってしまってね。まあテロリストたちが捕まれば見学も許されるようになると思うよ。そうなんだ、がっくし。それじゃあ女王様の姿を見るなんて夢のまた夢かしら。そうだな。生誕祭当日は城のテラスからいつも市民に挨拶してくださるから拝見する機会はあると思うけど。でも最近陛下もお体の調子が悪いみたいだからね。いつもの挨拶もあるかどうか。え、あの女王陛下はご病気なんですか。ああ、心労によるものらしいけど、信頼していた親衛隊にテロ事件の容疑がかけられたことがよほどショックだったみたいでね。最近は謁見の場にも現れずに女王宮で静養されているそうだよ。そうなんだ。まったく親衛隊の野郎どもめ、陛下の信頼をあだで返すとはな。普段からエリートぶってていけすかないと思ってたんだ。でもさ、ユリア中尉は俺たちみたいな一兵卒にも剣術と作法を教えてくれたし、あの人がテロリストなんてちょっと信じられないんだけど。そんなの当たり前だ。多分彼女は部下の不祥事に責任を感じて姿を消しただけさ。なんて気の毒なユリアさん。要するにこのユリアさん絡みで他の隊員に嫉妬し、まあそういうわけでグランセル城は立ち入り禁止だ。悪いけどお引き取り願おうか。はあ、そういう事情じゃ諦めるしかないか。ただちょっと心配ですね。女王陛下の健康ももちろんですけど、政務の方は大丈夫なんでしょうか。ああ、その心配はごもっともだ。一応名目上の代理はいらっしゃるんだけどね。名目上の代理？文字通り名目上のだぜ。あの方ほど政務という言葉が似合わない人も珍しいからな。おいおい、口を慎めよ。まあ確かに姫様の方がよほど向いているとは思うけど。ほら見ろ、お前だって。何？おっと、お出ましのようだな。ことだ。とっくに予選試合が始まっている時間ではないか。フィリップ、お前が起こさなかったせいだぞ。申し訳ございません閣下。ですが閣下も規則正しい生活を ここ数日宴会の席ばかり設けて飲めや歌えやの大騒ぎ。ビールとドーナツ、そのような調子では寝過ごされるのも無理ないかと。黙れフィリップ、お前の小言はもう聞き飽きた。次期国王たる私には好きな時に好きなことをする資格があるのだ。時間が惜しい。あの、分かってる、皆まで言うな。今のが陛下の代理として政務を担当している。激しく頭が痛くなってきたんだ。まあ心配しなくても、頼もしい補佐がいるからだ。その人のおかげで今のとこ。頼もしい補佐ですか。
王国軍情報部のリシャール大佐という人でね、道楽者の公爵閣下に代わって政務を一手に引き受けてるらしい。やっぱり予想以上に王国の中枢に食い込んでいるみたいだね。まあ城内見物は無理だけど、そんなに気を落とさないでくれや。グランセルの町にはせっかくの王都見物だ、のんびり観光を楽しむといいよ。そうするわね。親切にあり。予想以上に収穫があったわね。それにしてもあの公爵が女王様の代理をしてるなんて。実権を握っているのは多分リシャール大佐だろうね。しかも自分が黒幕であるのを周りに、正直情報操作の手腕はかなりのものだと。もうヨシュアってば、敵を褒めてるば。それよりもあの公爵武術大会に行くつもりみたいね。私たちも行ってみない？そうだね、確かに公爵の動向は調べておいて損はなさそうだ。それじゃあ決まり。グランアリーナってどっち？確か大通りを戻って。現在当アリーナでは武術大会予選試合が開催中です。ご入場の方はチケットをお出しください。チケット売り場は分お願いします。本戦は明日から3日間ございますが、どの日になさいますか？本戦？あの、明日からではなくて今行われている予選の試合が見たいんですけど。あら、もう半分以上試合は終わってしまったと思いますけど、それでも構いませんか？いいです、いいです。それではお二人分を合わせて1000ミラになります。わ、結構するものなのね。確か大変申し訳ありません、今年はそのいろいろと例外措置が取られているみたいでして。ふーん、そういうことなら。1000ミラと。毎度。それではチケットをお受け取りください。グランアリーナの入り口は左手正面にございます。そのチケットを入り口の係員にお見せください。現在ご入場の方、はい、結構です。ここは玄関ホールだね。どうやら観客席は2階にあるみたいだ。うん、行ってみましょう。
すごいね、予選からこの数っていうこと。予選試合どこまで進んでいるのかな。お待たせしました。はっ、始まったみたい。それじゃあどこか空いてるとこ。南青の組、国境警備隊第二連隊所属。あれ、試合？うん、だ、僕の記憶だと来た、赤の組、遊撃士協会グランセルシップ。危なく見逃すところだったね。これより武術大会予選第7試合両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。貫けぬこと鋼のことし。勝負あり。赤の組、クルツチームの。やったー、すごいわ。うん、いい勝負だったね。軍人たちもいい動きだったけど。うんうん、叩きよ。なんというか、こう武術家としてのお城に行くのは後回しにして、最初の方の試合が見たかった気持ちはわかるけど、そこを我慢するのが一人前の遊撃士じゃないかな。ふんだ、どうせ半人前ですよだ。続きまして、これなおこの試合をもちまして、南青の組チームレ、ルーアンの倉庫街。なるほど、はあ、場違いもいい戦闘や武術のプロが集まってるのに、あんな連中がかなうわけないじゃない。来た、赤の組、隣国カルバル共和国出身。また知り合いか。でも一人で出場なんて。確かに、いくら相手が。大会予選第8試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。
勝負あり。やっほー、さすがジンさん、圧倒的。余計な心配だったみたいだね、あの巨体。ただ、さすがに本戦、確かただいまの試合をもちまして、予選試合は本戦出場チーム。明日から。それでは最後、最近ラ陛下から政務を、そして明日からの本戦を。あ、多分情報部。おお、そうだな。大会のかっか勝手によろし。うるさい、止まっておれ。そのプレゼン3日後に。陛下は残念ながら出席されないが、王侯貴族にのみ許された最高の料理とおもてなしをやつ、今日勝ち残った出場者はどうか。はねえ、カルナさんたちに会って。うん、僕もそう思う。彼らが優勝できたら例のことを女王陛下に伝え、そういうことだね。うん、博士こだわっている場合じゃ。僕はいずまだ帰って。うん、そうね。うん、いるとしたら。試合を見に来てくれたのか。はい、ちょうど先輩方の試合を見ることができました。すごくいい試合でしたね。ありがとう、そう言ってくれると嬉しいよ。今回はいきなり団体戦に変更されたから戸惑ったんだね。うんうん、本当に焦りましたよね。私たちはまだいいさ、なんとかメンバーも揃ったんだ。ジンの旦那なんか正直困ってるんじゃないかね。カルナさんたちもジンさんの知り合いなんだ。ま、知り合って間もないけど、名前だけは知っていたからね。不動のジンって言って、共和国じゃ有名な遊撃士なのさ。どうやら武術大会に出るためにリベールにやってきたらしいが、さっきも言ったように大会が個人戦から団体戦にいきなり変更されてしまったんだ。これが例の公爵閣下の思いつきだったらしくてな。で、ジンの旦那は仕方なく一人で登録する羽目になったわけさ。そうだったんだ。まったく、
あの公爵ってばろくでもないことばかりするわね。違いない。しかしこのまま彼の実力が発揮されないのは惜しすぎる。だな、無名でもいいからある程度戦えるやつがいれば。ほう？おや？うん、いいかも。なんなの、まじまじと見ちゃって。いや、ものは相談だが、君たちジンさんに協力して本戦から出場してみないか？本戦からの参加って、そんなの大丈夫なんですか？まあ、いきなり個人戦から団体戦に変更されたわけだからね。ルールも固まっていなくて、ある程度の融通は効くらしいのさ。ジンの旦那も遊撃士の助っ人が他にいないかエルナンに頼んだみたいだな。ただシェラザードは忙しいらしいし、アガットのやつとは連絡が取れない。他の連中も似たようなもんらしいぜ。カシウスさんに至っては国内にいないみたいですからね。まあ、あの人とジンさんが組んだら反則っていう気もしますけど。我々程度では万が一にも勝ち目はないだろうな。そういうわけだから前向きに考えてみたらどうかな。今日中にジンさんと決めれば明日の選手登録に間に合うはずだ。おっと、長話しすぎちまったようだね。それぞれ依頼も抱えているし、私たちはこれで失礼するよ。バイバイ、新人君たち。試合場で手合わせできるのを楽しみにしてるぜ。どうしよう、エステル。仕事の相談をするつもりが変な話になっちゃったけど。エステル、大丈夫？来た来た来た！そうよそうなのよ、やっぱりそう来なくっちゃ。ああ、エイダス様、大いなる加護感謝いたします。エステルが壊れた。見なさいよ、武術大会に出られるのよ。困ってるジンさんに協力できる。私たちは城に堂々と入れる。ついでに白熱したバトルもできる。これぞまさに一石三鳥。そんなに出たかったのか。まあ優勝できると決まったわけじゃないけど、僕たちの手で依頼を達成できる可能性が出てきたのは嬉しいな。うんうん、なんといってもそれが大きいよね。こうしちゃいられない、早速ジンさんに頼んでみるしか。ところでジンさんがどこにいるのか知ってるのかい？そういえば。まったく、もうちょっとは落ち着きなよ。とりあえずギルドに戻ってエルナンさんに報告しておこう。彼だったらジンさんがどこにいるかも知ってるはずだよ。なるほど、確かにジンさんから遊撃士の助っ人は頼まれていました。あなたたちは博士の依頼があるのであえて紹介はしなかったのですが、公爵閣下の気まぐれのおかげで依頼結果的にだけど公爵のわがままに助けられちゃった。武術大会への参加、エルナンさんはどう思います？そうですね、打てる手は全て打っておくという意味では試してみる価値はあると思いますよ。クルツさんたちに相談するのは彼らが優勝した時でいいでしょう。あなたたちは全力で挑戦してみてください。ジンさんがどこにいるのか教えてくれる？普段はこの建物のすぐそばの酒場にいるみたいです。
あと、オートでの滞在先はカルバード大使館だそうですよ。なるほど、ジンさんの祖国の大使館ね。共和国大使館はアリーナと同じ東街区にあるはずだよ。あと、そこの酒場も覗いてみた方。うん。ああ、そういえば、あなたたちはオートに滞在中、どこに泊まるおつもりですか？多分ホテルになると思うけど。確か王国最大のホテルが北街区の方にありましたよね。ええ、ホテルローエンバウムです。差し支えなかったら私の方で部屋を取っておきましょうか。ミラもオート支部が持ちますよ。いいの？さすがにそこまでしていただくわけには。博士の依頼についての必要経費として認めましょう。このくらいしかできなくて申し訳ないのですが。うん、とても助かっちゃう。そういうことならお言葉に甘えさせてもらいます。では私の方からホテルに予約を入れておきましょう。夕方以降フロントで名前を言えば部屋に案内してくれるはずですよ。レコードじゃないね。中で誰かが弾いているみたいだ。このメロディーどこかで聞いた覚えがあるんだけど。なんか嫌な予感が。やっぱりオリビエか。でも演奏家なんてただの自称かと思ってたけど。かなりの腕前みたいだね。プロの演奏家を名乗るだけはあるんじゃないかな。うん、ちょっとジーンときちゃうかも。今のは琥珀の愛といってね、本来はオペラに使われる間奏曲でしかないのだけど、そこはそれ、愛と真心でカバー。尽きせぬ愛とともに君たちに送らせてもらうよ。相変わらずのマイペースっぷりね。はあ、感動して損した気分だわ。お久しぶりです、オリビエさん。オートに来ていたんですね。それはもちろん、大河にこぼれた人魚の涙が海にたどり着くように。こうして僕は黒髪の王子様と感動の再会を果たしたわけさ。本当に相変わらずですね。ああ、はいはい、戯言はそのくらいにして、私たちを席に案内しなさいよ。キザな格好してるくせに気が利かないったらありゃしない。エステル君、なんだか手強くなってない？確かオリビエ、シラネーと一緒にロレントの方に行ってたわよね。いつからオートに来てるの？1ヶ月前くらいかな。君たちと別れてからロレントの町でシラ君と共にしばらく甘いひとときを過ごしたのさ。だが所詮僕は漂白の詩人にして演奏家。シラ君が涙ながら引き止めるのを振り切って麗しのオートまで流れてきたわけだよ。なんというか信憑性ゼロの話ですね。大方シェラネーの酒に毎晩付き合わされた挙句、たまらず逃げ出したんでしょう。ギグ、あとアイナさんにまで酒を付き合わされちゃったとか。あれ、オリビエってばアイナさんのこと知らないの？シェラネーの親友でロレント支部の受付やってる人なんだけど、上髪度で言えば
シェラネオも上回るという。やだな、エステル君、そんな名前の人なんか見たことも聞いたこともないよ。声が完全に裏返ってるんですけど。エステル、そのくらいにしといてあげなよ。辛い、とても辛いことがあったんだと思う。ブツブツ、まさかシェラ君以上に底なしだったなんて。はあ、穏やかに微笑みながら注ぎ込むのはやめて。フラッシュバック。アイナさん最強伝説が着実に出来上がりつつあるね。まあそれはともかく、君たちは他の地方を回りながらオートまで来たんだろう。何か面白いことはあったかい？いっぱいありすぎて簡単には説明できないかも。それに今人探しをしてるから今度会った時でもいい？へえ、一体誰を探してるんだい？ジンさんといってカルバード共和国から来た武術家の遊撃士です。よく酒場に来ているらしいんですけど、オリビエさんご存知ありませんか？ああ、あの熊のように大きな御仁か。何度かお目にかかったことはあるけど、今日はまだ見かけていないね。そっか、今日は酒場には来ないのかな。カルバード共和国の大使館にいる可能性が高そうだね。早速行ってみるとしようか。だから何自然な流れでついてこようとしてんのよ。釣れないことを言う。旅は道連れとも言うし、僕も人探しを手伝おうと思ってね。それとも邪魔されたくないのかな。いやはや、ういういしいったりありゃしない。つぼみであることを自覚したばかりで咲くのを恐れためらう乙女。いい感じで色気が出てきたみたいだね。何を言ってるんですか？それはね。セイバーリー！うわ、なんだ？お客さん、しっかり！ダメじゃ、白目を向いているわい。エステル、何を怒ってるのか知らないけど、ちょっとやりすぎなんじゃ。インパクトをずらして派手に吹き飛ばしただけだもん。大したダメージじゃないわよ。エステル君のテレ屋さん、確かに大丈夫そうだね。ほらほら、人探し再開。グズグズしてないで、とっとと大使館に行くわよ。なんで僕まで怒られるんだろう。こちらはカルバード共和国大使館っす。何のご用すか？ここに泊まっているジンって人に用があるんだけど。お手数ですが、取り継いでいただけますか？ジンさんに会いに来たんすか？俺、最初あの人を見たとき、少しちびりそうになったんすよね。オートの真ん中でクマがとか思っちゃったっすから。
さん大きいもんね。でも話してみると気さくでいい人なんすよね。交代前で腹すかしてる時に肉まんを差し入れしてくれたし。うんうん、頼りになる兄貴って感じよね。それで、ああそれなんすけど、じいさんさっき帰ってきてからまた出かけちゃったんすよね。武術大会の本戦に備えて修行の場所を探してるみたいで。修行の場所？さすが本格的なのね。具体的にはどこに行くとか言ってませんでしたか？郊外にあるエルベ周遊道に行ったみたいっすね。森の中にある公園って感じだから静かで修行にもってこいらしいっす。エルベ周遊道か。僕たちも行ってみようか。もちろん、早いとこ相談しなくちゃ。ああ、周遊道に行くんだったら一つ気をつけてほしいっす。奥の方にエルベリキューっていう王家のテロ事件の対策本部にするため。なんだ、知ってたっすか。あそこに詰めてる連中はいろいろうるさいから注意するっす。近寄らないのが一番いいっすね。いろいろうるさい連中か。目をつけられたら嫌だし、なるべく近寄らないようにするわね。ご忠告ありがとうございます。周遊道、森の中なのに石畳があるなんて。王都市民の憩いの場所として随分昔に作られたみたいだよ。ざっと数百年は経ってるんじゃない。さすがは女王様のお膝元ね。でもなんだか魔獣の気配がプッ。さすがにす、多分さっきの通りよりも気を抜かないでジンさんを探そう。Thank you.
戦闘終了。先に進もう。戦闘終了。さ、いやー、女の人の悲鳴。奥の方だ、急ごう。まだ負けられないんだ。シスター大丈夫だった？ はい、おかげさまで。
あなた方は一体？僕たちは遊撃士協会の者です。人を探している途中であなたの悲鳴を聞いたので。そうでしたか。大丈夫？なんだか元気ないけど、ひょっとして怪我でもしてるの？いいえ、おかげさまで私、王都の大聖堂に勤めるシスター・エレンと申します。本当にありがとうございました。お礼には及びませんってば。それにしても聖職者の女性がこんな場所で一人きりでいる。お連れの方とかはいらっしゃらないんですか？ええ、実は大聖堂で調合に使っているハーブを切らしてしまって、お店でも品切れだったのでつい摘みに来てしまったんです。ああ危ないわね、こんな魔獣だらけなのに。いえ、普段はここまで魔獣は多くなかったのですが、どうやら最近になって増えてしまったみたいで。はっ！何よこいつら。どうやら騒ぎを聞きつけて集まってきたみたいだ。さすがにこの数は厄介だな。うん、いざとなったらシスターだけでも逃がさなきゃ。よう、お困りのようだな。じいさん、よかった、気づいてくれたんですか。誰かと思えばお前さんたちか。ま、積もる話は後回しにして、とっととこいつらを片付けちまうぞ。うん、了解です。でいい汗かいちまった。しかしお前さんたちとここで会えるとは思わなかったぜ。サイスの方で仕事をしてたんじゃねえのかい？確かにあれからそんなに経ってはいないかもね。実は僕たちサイス支部からグランセル支部に移ったんです。おお、そうか。ってことは例の誘拐事件なんとか解決できたみたいだな。あの毒を食らった赤毛のあんちゃんは元気かい？うん、もうピンピンしてるわ。おっと、こいつは失礼。おっ、おいおい、えらくべっぴんさんじゃねえか。お前さんたちの面かよ。いえ、僕たちもさっき知り合ったばかりですけど。まったく、鼻の下を伸ばしてみっともないわね。キリカさんに言いつけちゃうわよ。うっ、俺はただ客観的な事実をだな。って、なんでそこにあいつの名前が出てくるんだよ。危ないところを本当にありがとうございました。皆さんは命の恩人です。いやいや、お気になさらずに。男として、武教の道に生きる者として当然のことをしたまでですよ。まあ、何をカッコつけてるんだか。ジーンさんって実は女の人に弱かったのね。なんとなくらしい気もするけど。お前たち何をしている？え、こんな人気のない場所で密談すると怪しい奴らめ。もしやテロリストではないだろうな。誰がテロリストよ、あんたたちの方が。僕たちは
遊撃士協会グランセル支部に所属するものです。先ほどこちらのシスターが魔獣に襲われていたので保護していました。何？遊撃士だと？あの、その方たちのおっしゃることは本当です。私、薬草を摘みに来て魔獣に襲われそうになって。ついでに言えば俺も遊撃士でね。確かあんたたちの仲間とは予選で顔を合わせてるはずだが。カルバードの武術か。あの一人で戦っていたやつか。ふん、身分だけは確かのようだな。今回ばかりは見逃してやろう。だがここはエルベリ宮の近くだ。用もなくうろつかないでもらおうか。それとシスター殿、あなたのことは自分たちがオートまで送っていきましょう。遊撃士風情の手を借りるまでもありません。でも私もっかー。ちょっとあんたたち、さっきから聞いていれば失礼なことばっかり言って。エステル、いいから。以後気をつけますから多めに見ていただけると助かります。まあいいだろう。お前たちは所詮民間人だ。己の部をわきまえるのだな。さ、シスター殿、行きますよ。あ、はい。あの、皆さん本当にありがとうございました。王国軍の情報部に所属する特務部隊とかいう連中、腕は立ちそうだがどうにも陰険そうな連中だね。ああいうのは陰険っていうよりも性悪っていうのよ。って、どうしてジンさんがあの連中のことを知ってるの？ああ、武術大会の予選で連中のチームが出場し、その時にそう紹介されててな。あの連中が出場？隠密活動をしていた連中が堂々と姿を見せるなんて。多分存在を隠す必要もなくなったということだろうね。ま、因縁をつけられる前にとっとと町に退散するとしようか。そういやお前さんたちどうしてこんなところにいるんだ？あ、肝心なこと忘れてたわ。それが実はジンさんのことを探してたのよ。あ、俺を？実はジンさんにお願いしたいことがあるんです。武術大会のことなんですけど。なるほど、そういうことかい。一つ聞いておくが、なんで武術大会に出たいんだ？予選を見てたら体がうずうずとしてきちゃって。手強い相手と思いっきり戦いたくなっちゃったのよね。僕たちは声優劇士を目指して王国各地を旅してきました。今までの修行の成果を試してみたくなったんです。いいぜ、一緒に組むとしようや。明日大会が始まる前に選手登録をすれば大丈夫だ。即答しちゃってもいいわけ？お前さんたちの腕前は前に見させてもらってるからな。助っ人としては十分すぎるぜ。ありがとうじいさん。私精一杯頑張るから。よろしくお願いします。こちらこそよろしくな。しかし一人でどこまで通用するか挑戦してみるつもりだったが、助っ人が加わったからには優勝を目指さないと話にならんな。もちろんよ、出場するなら優勝あるのみ。でもそうなってくると一人足りないのは苦しいですね。団体戦の定員は4人ですから。あ、そっか、一人足りないことになるわね。でもまあそこはなんとか気合で乗り切るしか。いや、上を目指すんだったら準備は万全にしておくべきだぜ。戦いってのは拳を交える前からすでに始まっているもんだ。確かにこういう時に知らねえがいてくれたら心強いんだけど。ねえ、
ルナンさんに頼んでロレントに連絡してもらわない？でもシェラさんもかなり忙しいと思うよ。父さんも僕たちもいないからロレント支部は手薄だと思うし。そうでした。あーもう誰でもいいから協力してくれる人いないかしら。その言葉を待っていたよ。出たわね、このスチャラカ演奏家。まさか2階に潜んでいたとは。ひょっとして今の話聞いてたんですか？余すことなく聞かせてもらったよ。これは僕の出番だと思ってね。あ、ちょっと何勝手に座ってんのよ。確かピアノを弾いてる演奏家の兄ちゃんだったな。お前さんたちの知り合いか？知り合いっていうか早くも腐れ縁というか。まだ知り合ってそんなに経っていないのにね。僕はオリビエ・レンハイム、エレボニア出身の旅の演奏家さ。エステル君とヨシア君とは前にある事件で知り合ってね。それ以来ただならぬ関係なのさ。誤解を招く言い方はやめい。ああよくわからんが俺の方も名乗っておこうか。ジン・バセック、カルバード出身の遊撃士でウーシューの道を志している。あんたのピアノにはいつも楽しませてもらってるよ。お褒めに預かり光栄至極。僕の方も大会予選でのあなたの武勇は耳にしている。4人を相手にしてたった一人で圧勝したそうだね。素人相手で運が良かっただけさ。で、その演奏家さんが俺たちに一体何の用だい？ちょっと待った！オリビエさん、一つ確認しておきますが、ひょっとして最近かなり暇だったりしますか？さすがヨシア君、鋭い質問じゃないか。オートに来てから一月余り、一通り観光をしてしまって残るはグランセル城ぐらいだが、無粋な兵士が入れてくれない。他の地方にも行ってみたいが生誕祭が迫っているから今オートを離れるのも忍びない。要するにかなり暇だと。そこに降って湧いたような定員が一人足りないという話。さらにとどめに優勝者には豪華な晩餐会へのご招待。まさに女神の典型と言えよう。そんなことだろうと思いました。というわけで僕も武術大会の仲間に入れてくれないかなって。いいんじゃねえのか？ちょっとジンさん、そんな簡単に。オリビエがどういう戦い方をするかも知らないんでしょ。獲物は動力銃だろ。戦術の幅も広がるし、いいチームになると思うがね。これは驚いたな。やはり脇の下の膨らみと歩き方で分かってしまうものかな。それと視線の動かし方だな。武術家だろうが剣士だろうが動く対象の捉え方は線だが、あんたは相手の動きをポイントごとに捉えている。銃使いに特有の視線の動きさ。ひょえプロだわ。なるほど、確かに理屈ではそうなりますね。ふむ、今後気をつけておくとしよう。で、その達人の目から見て僕は合格ということでいいのかな？ああ、よろしく頼むぜ。一抹の不安は残るけど。オリビエさん、よろしくお願いします。いっぱいになっちゃった。あの二人、あれだけ食べといてまだ飲み食いしてるなんて付き合いきれないわ。もうジンさんはあの体格だし、オリビエさんも健啖家だからね。明日の試合に差し障りがなければ大丈夫なんじゃないかな。
確かに二人とも心配するだけ無駄な気がしてきた。さてと、僕たちはそろそろ北街区にあるホテルに行こうか。エルナンさんが部屋を予約してくれているはずだよ。こんばんは。ようこそホテルローエンバウムへ。お泊まりのお客様でいらっしゃいますか？はい、私たち遊撃士協会の者なんですけど。部屋を取ってもらっていると聞いているので確認していただけますか？おお、あなた方のことでしたか。ええ、確かに受けたまわっております。はあ、助かっちゃった。エルナンさんに感謝だね。エステル様とヨシュア様ですね。失礼ですが、遊撃士協会の手帳を見せていただけますか？あ、ちょっと待っててください。はい、確かに。それではこれをお渡ししておきます。階段を2階に上りまして、左手奥の部屋でございます。何かご用がありましたらフロントにお申し付けください。202号室、ここが私たちの部屋ね。雰囲気のいい部屋ね。見て見て、こっちからだと夜のグランアリーナが見えるわ。へえ、本当だ。ただで泊めてもらうのが申し訳ないような部屋だね。武術大会が終わるまではここが僕らの拠点になるわけか。この部屋でしばらくヨシアと一緒に暮らすんだ。私ってば、何を考えてるのよ。あのさ、エステル。ヒャイ？いきなりこんなことを言うと変に思われるかもしれないけど、その僕たちは家族だよね。え？父さんみたいに頼りにならないかもしれないけど、シェラさんみたいに聞き上手でもないけど、それでも僕は家族として君の支えになりたいと思っている。もし何か悩み事があればいつでも相談に乗るつもりだから。ああ、なんだか最近君の様子がちょっと変な気がしたからさ。勘違いだったらごめん。まったく、ヨシュアらしいっていうか、めちゃくちゃ鋭い割にはどこかピントがずれてるんだから。え？ありがとうヨシア。でもそんなに心配しないで。確かに私最近ちょっと変かもしれないけど、辛いとか苦しいとか深刻なことじゃないから。ちょっとだけ気持ちの整理がつかないだけだから。だから大丈夫、見守ってくれるだけで大丈夫よ。そっか、うん。だったら僕もその代わり、悩みが解決したら僕にも話してくれると嬉しいな。あ、無理にとは言わないけどね。うん、心の整理がついたら話すことにはなっちゃうかも。え？ううん、なんでもない。まだ早いけど今日はもう休まない？いろいろあって疲れちゃった。そうだね、明日は試合もあるし、荷物の整理をしたら休もうか。よう、おはようさん。あ、おはよう、ジンさん。すみません、わざわざ迎えに来てもらって。なーに、いいってことよ。どのみち試合前にいろいろ準備しておきたかったからな。工房に武器屋、そして百貨店と一通り回った方がいいだろう。備えあれば憂いなしってやつね。ところで、オリビエのやつはまだなの？モーニー、親愛なる諸君。
初陣を飾るのにふさわしい実にすがすがしい朝だね。また狙ったようなタイミングで現れるし。おはようございます、オリビエさん。おはようさん。これで全員揃ったな。それじゃ出かけるとするかね。確か武術大会って正午から始まるのよね。まだ朝早いけど、どうやって時間を潰そっか。さっきも言ったが、足りない装備は店で揃えておいた方がいいだろう。それと体を慣らすためにも街道あたりで魔獣退治する。なるほど。確かに試合前に団体戦の感覚は掴んでおくべきかもしれませんね。このメンバーで戦うのは初めてですし。そうと決まれば準備が整い次第グランアリーナに行きましょう。
まあ、ジン選手、どうもおはようございます。今日の試合は正午からですけど、メンツが揃ったんで選手登録をしておきたいんだ。お願いできるかい？まあ、おめでとうございます。お一人で戦っていると聞いて大変そうだと思っていたんです。あら、あなた方は昨日のこんにちは。今日はジンさんのお手伝いで試合に参加することになりまして。そうだったんですか。それではこちらの書類に必要事項をご記入ください。まあ、そちらのお二人は遊撃士協会の方だったんですね。それとそちらの方のプロフィールは、漂白の詩人にして不正室の天才演奏家、愛と平和の使者にして、ただいま恋人熱烈募集中。いや、照れちゃうな。ついてはどうだろう、試合が終わったら飲みにでも。
ああ、はいはい、このアホのことは放っておいて登録の方よろしくお願いします。はい。それでは本戦での選手登録を完了しました。チーム代表者の仁選手以下、エステル選手、ヨシュア選手、オリビエ選手の4人になります。以後欠員が出たとしても交代できない。おお、結構だ。いよいよって感じね。そういえば今日の試合の相手ってもう決まっているの？すでに組み合わせは決まっていますが、賭博行為の防止のため試合直前まで知らされないことになっているんです。どちらの控え室に案内されるかで相手チームは絞れると思いますが。なるほど、反対側の控え室にいるチームのいずれかと対戦そういうことですわ。それでは選手の皆さんにこちらの品をお渡しした、それを受付係に提示すれば。それでは皆さん、ご検討をお祈りしていますわ。その登録カードは一度中に入ったら試合終了まで準備の方はよろしいでしょうか？かしこまりました。皆さんの控え室はホールに入って右手にある青の。それでは。右手の青の組ですからこちらの控え室でいいんです。ああ、間違いないはずそれじゃあ試合までくつろがせてもらうとしようか。あんたはどんな時でもくつろぎまくってるでしょうが。ずいぶん余裕そうじゃねえか。あ、あんたたちは妙なところで会うもんだぜここで会ったが100年。誰だったっけ？ルーワンを占めていたレイブンだっつーの。忘れたとは言わせねえぞ。冗談よ冗談。昨日あんたたちの仲間が予選で戦ってるのは見たから、オートに来てたのは知ってたわ。それで今日は証拠りもなく私たちに因縁つけに来たの？あ、何よ、気持ち悪いわね。もしかしてあなたたちも本戦に出場するんですか？え？こら、何驚いた顔してやがる。俺たちちゃんと予選に勝ってここまで上がってきたんだよね。途中参加のてめえらにでかい面される覚えはねえんだよ。へえ、すごいじゃない。あんたたちみたいな素人がよく勝ち抜くことができたわね。よっぽど特訓したんじゃないの？え？なんだこのアマ。ただのチンピラと思ってたけど結構根性あるじゃないの。うんうん、ちょっと見直したわ。いやま、丸め込まれてんじゃねえ。とにかくお前らには散々こけに。この機会にきっちりと落とし前をつけさせてもらうぜ望むところよ。ところであんたたちもこっちの控え室なわけ？いや、反対側の方だけどよ。だったら早速今日の試合でぶつかる可能性があるわけね。そうなったらお互い正々堂々と戦いましょう。あれ、おい、行くか。ああ、なんか調子が狂っちまったぜ。試合の前に飯でも食え。な、何よ、失礼しちゃうわね。ねえ、私なんか変なこと言った？いや、ちっとも。やっぱりすごいな、君は。え？まあ気にするなって。自分の良さに無頓着なところがエステル君らしさなのだろうね。なんかバカにされてる気がするんですけど。そんなことないってば。じゃあ控え室に入って試合が始まるのを待とうか。そろ始まるわね。どうしよう、すごくドキドキしてきちゃった。落ち着きなよエステル、順番が来たら呼ばれるから、それまでおとなしく待ってよ。うー、
言ってもなんだか落ち着かないよ。いや、どうした？ちょっと落ち着かなくって。緊張している時というのは呼吸が浅く短くなっているんだ。深くゆっくりとした呼吸を繰り返すと緊張がほぐれるぞ。なるほど、深くゆっくりね。落ち着いたかも。ありがとう、クルツさん。どういたしまして。やあ、新人くん。あ、アネラスさん。ジンさんのチームに登録できたみたいだね。君たちの試合を楽しみにしてるよ。やあ、エステル。同じ控え室ってことは私たちの対戦はお預けってことだね。ちょっと残念だよ。うん、楽しみがちょっと先に伸びたって感じかな。言うじゃないか。よう、ちゃんと大会に参加できたようだな。うん、おかげさまで。お前たちの腕前とくと見せてもらうぜ。ま、互いに頑張ろうや。落ち着かないんだったら他のチームの選手と話して、この控え室にいるチームとは今日は対戦しないわけだし。こうしてみるとどのチームもなかなか手強そうだ。へえ、わざわざリベールに来た甲斐があったってもんだぜ。この高揚感、オペラが始まる時と似てるね。さあ、もっと僕を激しく酔わせてくれたまえ。それでは早速、栄えある第1試合のカードを南、青の組、遊撃士協会、北、赤の組、王国軍、突撃騎兵隊所属。よし、出番だな。突撃騎兵隊といや、かなりの猛者揃いのはずだぜ。相手にとってクソ。カルナさんたち、が、ああ、任せておきな。それじゃ、行ってくるね。これより武術大会、本戦両チーム、開始。双方構え。勝負始め。勝負あり、青の組。やった、カルナさんたちの勝ちだわ。
さすがはリベールの遊撃士ってとこか。揃いも揃って大した腕前だぜ。確かに人数こそ少ないが、それぞれが一騎当選のようだね。もし試合で当たったらかなり苦戦させられそうですね。先輩たち、ナイスファイト。よう、いい勝負だったぜ。不動の陣にそう言ってもらえるとは光栄だ。さすがに予選と違ってほとんど余裕はなかったけどな。続きまして第2試合のカード、南青の組。カルバード共和国出身、ウジュキタ赤の組。私たちの番だが、しかも相手はあの人たちか。優雅さに欠ける相手だが、なかなか面白い試合になりそうだ。よし、アリーナに出るぞ。早速リベンジの機会とはな。たまにはメガにも粋なことをするもん。この前の事件で力不足を思い知った俺たちは死に物狂いで特訓した。その成果を見せてやるよ。その息やよし。私たちも手加減抜きで思いっきり行かせてもらうわ。エステル君ってばいつになく生き生きしてるね。男らしいというか、なんというか。エステルに聞かれたらまた叩かれますよ。さて、そろそろ時間だな。これより武術大会本戦第2試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。Solid!
勝負あり。青の組、陣チームの勝ち。やっぱり負けちまったか。きついっす。くそ、くそくそくそ。まあまあ、そう気を落とさないでよ。正直驚いたわ。まともに強くなってるから。僕も同感です。バレンヌ灯台で戦った時よりもはるかに手強く感じました。そうか。あの時のことは何も覚えてない。なんだか知らんが、お互い全力を出したんだ。胸を張って控室に戻るとしようや。あのチンピラどもがあそこまで検討するとはね。人間変われば変わるもんだ。勝負は見えていたが、なかなかいい試合だったぜ。ありがとう。まあ彼らが心を入れ替えたのも全ては僕の人徳の賜物でね。へえ、そうなんだ。事情を知らない人相手に何でたらめ言ってるのよ。っていうかあんた、あの連中と面識はないでしょ。恋に落ちるのは一瞬、加速するのは無限大だからね。意味不明すぎ。続きまして、南青の組、王国軍空挺師団
ス第三連隊。よし、俺たちの出番だ。決まっていくぞ、野郎ども。アイアイザー。北、赤の髪空賊団、カプア一家所属。カプア一家って、おやおや、どこかで聞いた名前だね。事情をご存知の方も多いと思いますが、彼らはボース地方を騒がせた空賊団、カプア一家の者たちです。正々堂々と戦うことでこの武術大会を盛り上げたい。そうすることで迷惑をかけた王国市民に償いたい。その一心で今回の武術大会への参加を、服役中の態度が真面目であったため、主催者である公爵閣下の計らいで、皆様どうかご了承ください。団体戦へのルール変更にもはや何でもありって感じだな。ずいぶん太っ、笑い事じゃない。さすがにこれは無理があると思います。皆様、静止。これより武術大会本戦第3両チーム開始。双方勝負は、勝負あり。赤の組、彼らの実力からしたら、とても。万が一優勝したりしたらどうするつもりなんだろう。空賊を城の晩餐会にご招待か。さぞかし面白い見物だろうね。そんなことが実現する前に私たちが食い止めるわよ。いずれにせよ、犯罪者に遅れを取るとは。まあ、そう気を落とすなよ。奴らは集団戦に慣れている。その差が出ただけさ。いや、俺たちの力不足の問題だ。舞台に戻ったら演習量を増やさねえとな。続きまして、第4試合のカード、南、青の組、国境警備隊第7連隊所属。あんたたちの出番だな。残る相手は連中だろうから。分かってる。せ、行くぞ。みんな、行くぞ。北、赤の王国軍情報部特務部隊所属、ロランス少尉以下4名のチーム。あいつらだわ。ロランス少尉、ひょっとしてあの時の。これより武術大会両チーム双方勝負は、
勝負あり。赤の何あれ、圧倒的じゃないの。やるね。あのチーム予選は3人で戦っていたから1人加わるとは思って、あんなエースを用意してたのか。僕やエステル君たちと同じく本戦からの出場者ということだね。飛んだ隠し玉もあったものだ。今の立ち筋。え、ヨシア、どうしたの。まさか。でも。ヨシア。あ、大丈夫。なんでもないよ。見事な立ち筋だったから、ちょっと見とれちゃって。そうなの。さすがヨシア君。感受性が豊かで結構な。ただいまの試合をもちまして武術大会本戦1日2日目に勝ち進んだのはフルツチーム、ドルンチーム、彼らの健闘に期待しましょう。さてと、無事2回戦に勝ち進めたな。どこと当たるかは分からんが、明日もこの調子で行くとしよう。もちの論よ。でも実際残ったのは強敵ばっかりなのよね。ギルドの先輩たそうだね。気を引き締めてかからないと。なに、心配することはない。恋のパワーはノンストップ。どんな障害もブレイクスルーだよ。だからわけわからないってば。今日はお互い英気を養って明日に備えることにしようぜ。俺は酒場に行くが、お前さんたちはどうする？僕は喜んでお付き合いさせてもらうよ。僕たちは一旦ギルドに報告に行った方がいい。依頼についての情報が入っているかもしれない。あ、そうね。ごめん、ジンさん。私たちはパスしておくわ。だったら今日はここでお別れだな。また明日の朝、ホテルで待ち合わせといこう。オルブワール。愛しいプシキャットちゃんたち。私もギルドに行こっか。うん、それとどこかで情報を集めたいな。え？何ぼーっと突っ立ってやがるんだ。あんたたち今日はお疲れ様だったわね。いい気になってんじゃねえぞ。今回は時間がなかったから満足に鍛えてなかっただけだ。次に戦った時は絶対に勝つ。まだやるのかよ。いいわよ。また機会があったらいつでも手合わせしてあげるわ。ちょっとエステル、安請け合いしてもいいのかい。まあまあいいじゃない。修行に精を出してたら悪さしてる暇もないだろうし。まったくのんきなガキどもだぜ。そんなてめえらにこいつをくれてやら。何よこれ。ずいぶん年代物の鍵ですね。西外区の方にある格子扉を開くための鍵だ。でかい地下水路に通じている。俺たちたまたま鍵を手に入れて毎日そこを探検してたんだよな。手強い魔獣が徘徊してるから結構いい修行になってさ。勘違いするなよ。俺たちに勝ったお前たちに簡単に負けられると。いいか、絶対に優勝だ。それ以外は許さねえからな。そんじゃ、まったな。今のってもしかして。うん、励ましてくれたみたいだね。試合に備えてその地下水路で鍛えておけってことじゃないかな。やっぱそうよね。君の太っ腹なところが気に入ったんじゃないかな。エステルって意外と親分肌が合ってるのかもね。太っ腹、親分肌、あんまり嬉しくない表現。まあいいわ、ありがたく好意は受け取っておきましょう。でも今日はもう遅いから地下に降りるのはやめておこう。明日の朝試合の前に腕試しするのがいいだろうね。うん、了解。それじゃあ
ギルドに。やあ、エステルさん、ヨシュアさん、初戦突破おめでとうございます。どうもどうも。で、エルナーさん、もう結果を知ってたんだ。先ほどクルツさんたちが教えてくれました。それで、そうですね、先輩たちもそうですけど、強敵ばかりが勝ち。なるほど、空族たちが出場を許可されたのは聞いていましたが、特務部隊の隊長がそこまで凄腕とは思いませんでした。ただの隊員も手強いけど、あの隊長は完全に別格だったわ。体験を片手で操る旅力と、ヒョウみたいにしなやかな身のこなし、得体の知れないやつだとは思ったけど、あそこまで強いとは思わなかった。そうだね。あの、エルナンさん、ロランス少尉の経歴について何か分かることはありませんか？残念ながら現状では分かりませんね。情報部は新設部隊だけあって、リシャール大佐が立ち上げの際に各方面から引き抜いたそうです。彼もその一人だとは思いますが。そうって。ねえヨシは、ずいぶんあの赤いやつにこだわってるみたいね。何か気になることでもあるの？いや、明らかにただものじゃないからね。試合で当たる可能性もあるから、詳しい戦力を知っておく。そっか、なるほどね。そういえば、その少尉ではありませんが、今日の昼頃、軍用警備艇が王都の発着場に到着したそうです。降りてきたのは大佐の副官のカノーネ大尉だったそうですよ。それは気になる情報ですね。カノーネ大尉っていうと、あの陰険そうなメギツギータをネタにして博士を脅迫してた嫌なやつ。何でも五大都市を一通り回ってきたそうですよ。強引に発着場に着陸させるので、定期船の運航スケジュールが随分。まったくろくなことしないわね。五大都市を一回りですか。博士たちを捜索するにしては少し大げさすぎる気がしますね。今各地の支部で探ってもらっている最中です。何か分かったら連絡しましょう。あなたたちはこのまま武術大会に専念してください。うん、それでは失礼します。あんまり待たすんじゃねえっての。この声、お久しぶりです、ナイアルさん。うわー、ナイアルだ。何よ、私たちをわざわざ訪ねてきてくれたの？あ、わざわざ訪ねてきてやったのや。武術大会の取材をしてたやつが少年少女の出場者の話をしててな、詳しく聞いてみりゃどう考えてもお前たちじゃねえか。これは王都に来てるってんでホテルで待ち伏せしてたわけさ。はあ、相変わらず鼻が利くわね。訪ねてきてくれたのは嬉しいんですけど、ナイアルさんのことだから用があって来たんですよね。ああ、またネタ探しね。かあ、なんと嘆かわしい。利害損得抜きに友情を温めようというお兄さんの真心が伝わらんかね。う
嘘くさ。それにお兄さんというには年が離れすぎてるような気も。おい、黙りやがれ。そういうわけで早速食事に出かけるぞ。また唐突ですね。別にいいけど、当然おごってくれるのよね。よし、まあいいだろう。編集部の近くに行きつけの店があったな。そこで飯を食うとしよう。へえ、雰囲気のいい店ね。酒場というよりは喫茶店って感じだけど。この匂いはコーヒーですね。ここのマスターが道楽でやってる店でな、サイフォンで入れる一杯は絶品としか言いようがねえ。あとは本場のスパイスを使ったライスカレーがおすすめだな。ま、食事とコーヒーは後で適当に頼んでおくとして。ちょっと待った、私たち試合で体を動かしてめちゃめちゃお腹空いてるのよね。まずは夕食をご馳走になってもいいですか？可愛くないガキどもだぜ。ねえ、こうなったら好きなだけおかわりしやがれ。それでスクープが取れるなら十分元は取れるからな。やっぱりそれが狙いか。そういえばドロシーさんは今日は一緒じゃないんですか？ああ、やつにはちょいと別の仕事を頼んでいたな。まあいい、とっとと中に入るぞ。美味しかった。とろっとしたヒレ肉とホクホクしたジャガイモが何とも言えずマッチしてて。食後のコーヒーがまた絶品ですね。サイフォンで美味しく入れるのは難しいって聞きましたけど。ったく、人のミラだと思ってバカスカ食いやがって。記者の発給を何だと思ってやがる。まあまあ、とりあえずごちそうさまでした。それでやっぱりネタに困ってるわけ？ネタなら腐るほどあるさ。だが親衛隊のテロ事件だの、アリシア女王の健康不調だの、信憑性の乏しい情報ばかりでな。はっきり言っちまえば、軍のフィルターを通してない生で新鮮な情報が欲しいのさ。ドロシーからサイスでの誘拐事件について少し単刀直入に聞くぞ。リシャール大佐の尻尾をお前たちどこまで掴んでいる？なんていうか、本当直球ね。そう質問してくるということは、やっぱり大佐は黒か。うちの雑誌でインタビューして人気が出ちまった手前、認めたくはなかったが、反逆者一歩手前ってとこか。現時点で女王陛下に対する反逆を企んでいるのかどうかは、ただデュナン公爵を傀儡にして何かを企んでいるのは確かで。デュナン公爵か。陛下が不調なのをいいことにグランセル城の主人気取りで好き放題やってるみたいだが、不思議なのは軍のお偉方がどうして動かないってことか。それはね。ねえヨシュア、話しちゃってもいいかな？そうだね、僕たちとしてもできるだけ情報は欲しいところだ。ナイアルさんだったら協力してもらってもいいと思う。おい、なんだよ、そんなにいいネタを持ってんのか。あらかじめ言っておきますけど、今から話すことは記事にしたくてもできないような内容だと思います。心の準備しといてよね。くそ、なんだかヤバそうな話じゃねえか。まあいい、とっとと話しやがれ。だから心の準備をしといてって言ったのに。ありえねえ。あ、本当にマジか。残念ながら空賊事件から孤児院放火事件、中央工房の襲撃事件に至るまで全ての事件に情報部の特務兵たちが関与していたんです。で、軍の上層部は弱みを握られて
モルガン将軍は監禁状態、親衛隊は無実の罪をかぶせられてテロリストとして追われてると。ああもう繰り返すんじゃねえ。チキショウ、記事にできるわけねえだろ。最近うちの雑誌には軍の検閲が入ってるんだ。ゲラにした時点でお縄だぜ。そうだったんだ。仕方がないから当たり障りのない武術大会の記事で埋めているんだが。ってそうか、お前らが大会に参加してるのも何か理由があってのことなんだな。ま、そういうこと。依頼内容にも関わるから詳しくは話せないんだけど。事態を打開するために動いていると思ってもらって結構です。そうかよ、うん、よし決めた。記者としては動けねえが、俺も一肌脱いでやろうじゃねえか。ギルドでも調べられないことを独自のルートで調べてやら。サンキュー、助かるわ。軍を相手にするわけですから、かなり危険な仕事になると思います。それでも協力してくれますか。くらい。こいつは俺の戦いだ。このままペンが剣に負けるのを見過ごすわけにはいかねえんだよ。ナイアル。わかりました。あ、任せとけってんだ。それで具体的にはどういうことが知りたいんだ。そうね、やっぱり軍の動きかしら。親衛隊の人たちは全員捕まっちゃったのかとか、モルガン将軍はどこに監禁されてるのかとか。なるほどな。俺もその辺は気になった。それは調べておくとして、他にはあるかよ。あの情報部の人間の経歴なんて調べられないものでしょうか。え、情報部員の経歴だと。具体的には中心人物と思われるリシャール大佐とカノーネ大佐、この先彼らと対決するなら詳しい経歴を知っておきたくて。敵を知り己を知れば百戦危うからずってやつか。確かに大佐もそうだけど、あの少尉のことは知っときたいわね。ヨシアも言ってたけど、明日の試合か明後日の試合で当たることになるかもしれないし。ナイアルさん、お願いできますか。軍には何人か知り合いがいる。機密情報ならともかく、単なるプロフィールだったら調べてもらえるかもしれない。よし、なんとか当たってみてやるよ。サンキュー、助かるわ。よろしくお願いします。なーに、いいってことよ。その代わり、お前たちが優勝してグランスル城に招待されたら、いろいろと話を聞かせてもらうからな。やっぱりそうきたか。わかりました。差し支えのない範囲なら。これで全員集合だね。早速出かけるとしようか。昨日と同じく試合は午後だから、午前中は自由に動けるはずだ。店で装備を整えるのもいいし、街道の魔獣相手に肩慣らしするのもいいだろう。あ、そういうことなら絶好の場所があるみたいよ。ほう、そいつは興味深いな。手強い魔獣がいるんだったら格好の練習相手になるかもしれん。麗しの王都の地下に広がる古の地下水路かロマンと冒険心をくすぐってくれるじゃないか。余裕があったら午前中に入ってみましょう。水路の入り口は西街区にある住宅地の外れの方だそうです。
Thank you.